はい、皆さん、こんにちは、ずひこです。それでは今回なんですけども、 10% 還元 PayPay キャンペーン詳細発表、還元率や使い方ということで、まあ、つい先日ですね、まあ、6月に開催されるワクワク PayPay についての詳細が発表されましたので、お伝えしていこうと思います。それでは概要からなんですけども、早速こちらですね、 PayPay とドラッグストアの協力タッグ、お得なスマホキャンペーン 10% 戻ってくるということですね。そしてまずキャンペーンの期間なんですけども、6月の1日の土曜日の9時から、そして6月の30日23時の59分までとなってます。そしてキャンペーンの内容なんですけども、ざっとこんな感じですね。通常の PayPay ユーザーであれば 10% 付与で、1回のお買い物で戻ってくるのがマックス1000円までということで、そして期間中の上限が3万円相当ということになってます。なので、まあ、例えばドラッグストアで2000円のお買い物をしたら、確実に200円相当が戻ってくるということですね。そして僕の場合は右のプレミアム会員になるので、 Yahoo のプレミアム会員の方ですね、これに該当するので 20% 付与に該当するので、まあ1回のお買い物で戻ってくるのがマックス2000円までなので、まあドラッグストアで2000円のお買い物をしたら確実に400円相当戻ってくるという計算になりますね。次にこの PayPay チャンスについてなんですけども、こんな感じですね。まあ対象者っていうのはソフトバンクもしくは Y モバイルのユーザー、あとは Yahoo プレミアム会員の方たちですね。まあ10回に1回の確率で最大1000円相当ということで、5000円未満の PayPay 決済が対象ということですね。まあこう見ると Yahoo カードなどのソフトバンク関連のサービスを使用している人にはもうすごい特化しているサービスなので、まあ改めてすごい実感しますね。で、今回の対象店舗なんですけども、一応ページにはこんな風に表示があります。で、僕の方で、まあ、Twitter とかでも情報リサーチすると、もう僕の住んでる地域にはないんですけども、一応ウェルシア薬局とか杉薬局なども対応するみたいですね。ちなみに今回はこんな機能が搭載されているみたいです。まあ、近くのお店というところをタップしたら、PayPay のマークの上にワクワクとちょっとちょこっとこう出てるので、そこであればキャンペーンの対象のお店の目印となるので、ぜひご活用してみてください。なので先ほどお伝えした対象店舗には載ってないお店も出てくるかもしれないので、ここでまあかなり今回のキャンペーンのお店っていうのは見つけやすくなるのではないのかなと思います。ちなみに実店舗の場合はこのポスターが目印となるので、このポスターがもし薬局に貼っていればキャンペーンの対象となるので、ぜひ見てみてください。ということで、今回の動画はいかがだったでしょうか。 PayPay6 月からのキャンペーンについてということでしたね。まあ一応公式のページのリンクも下の概要欄に貼っておきますので、もしあれこれどうだったかなというのがもう一回確認したいということであれば、そちらのリンクから確認してみてください。ということで、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あとツイッターもしてますので、ツイッターのフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。